ムーランは、フランス中央部、アリエ川の東岸、パリの南南東2 9 2トルに位置する、オーベルニュローヌアルプ地域県の都市で、アリエ県の県庁所在地である。ムーランの地名は、アリエ川沿岸に点在する風車小屋に由来すると、される。1327年、丹霊オ・シャルル4世が、ブルボネー地方を、公釈領としたのを受けて、ルイ1世が、最初のブルボン港となり、 その首都が、ムーランに置かれた。15世紀末、ピエール2世が、ブルボネー、ボジョレー、フォレ、オーベルニュの各地方を、その支配下に置くと、ムーランはその文化及び芸術において黄金期を迎えた。しかし、バロア城の国王フランソワ1世は、ブルボン家の繁栄を妬み、ピエール2世の義理の息子である、シャルル3世を攻め、1532年に、 ブルボン公領はフランス王家に没収される。1540年10月16日、ナバラ女王ジャンヌ・ダルブレとバンドをムこアントワーヌ・ド・ブルボンの結婚式がムーラン城内のチャペルで行われた。彼らの間に生まれたのが1589年にブルボンが朝最初の国王となったアンリ4世である。上官の遺構のほか、15世紀の職人の手による祭壇画や ステンドグラスで知られる、ノートルダム大聖堂など、歴史的な文化遺産が数多く残っている。主な産業としては、比較加工、機械、電気機器などがある。ソースイコール1999年まで、LDH, イヘス、カシニー、2004年以降 i NSEE。ありがとうございます。